皆さん、こんにちは。10月2日の新体制発表の会見に向けて、再び注目されているジャニーズ事務所、ジャニーズタレントを CM に起用していた企業も、契約更新を見直す方針を示し、いよいよ窮地に立たされていますが、そんな中でジャニーズ事務所だけでなく、テレビ局をも糾弾するコメントを、小泉今日子さんが発表しました。今回は小泉今日子さんのテレビ業界全体に対する意見と、合わせて過去の藤井フミヤさんとの恋愛と、弟に寝取られたという話についてもご紹介いたします。ジャニーズ問題でこのほどラジオで物申した小泉今日子さん、ジャニー喜多川氏の半世紀以上に及ぶ加害の隠蔽工作に加担、さらにジャニーズ事務所の言いなりでやりたい放題させてきたテレビについてこう言ったのです。なんか雑って感じ、コンテンツが雑だなぁと思って、もっと心が豊かになることを皆が求めてないと思ってると思うけど、習慣だから皆つけてるだけだからねって言いたい感じはある。日本のテレビとか特にそうで、ジャニーズ問題でも言われ始めているけど、メディアが出る側に忖度してくっついちゃってて、報道してこなかったこともあって、今一番悪い海みたいなのが出始めちゃってる。視聴率を競う時代があって、それでどんどんテレビの世界や芸能界が露悪的になっていっちゃって、ジャニーズには視聴率がこのぐらい絶対あるっていう安心感があったんでしょうね。舞台でもお客さんがここまでは来ると読めるっていう、そんな安直なキャスティングばかりしてきた結果、お笑い番組ばっかり目立つようになって、飽和状態のその次が見つけられていないと指摘。そしてこんな期待を示しました。ジャニーズの問題もそうだし、なんとなくちょっとずつ風穴が開いていくと、上までぐんって開くのかな。テレビの世界も生まれ変わる気持ちで、放送局ごとにカラーを出してほしい。もともとはテレビっ子でしたが、リアルタイムでテレビを見ることがもう2年ぐらいないという小泉さんの言葉には、中高年世代もうなずくのではないでしょうか。民放との仕事が長い広告プロデューサーもこう言います。もっともな話ですね。視聴者が面白いと思うことを追求していくという、テレビの本分を今のテレビは忘れてしまっている。あまたのヒット番組をお茶の間に送り出した名物プロデューサーは、テレビの前に誰がいるのかを考え、その視聴者が何を求め、どんな会話をしているのか想像する。そうするとおのずと企画は見えてくると言っていましたが、今はジャニーズだからなどと大手芸能プロの側を向いてしまっている。ジャニーズ問題は根が深いですが、テレビマンには自分たちを見直す機会にもなるのではないでしょうか。それを指摘したのが小泉今日子さんであることに、開催を叫ぶベテラン業界人もいるそうです。アイドル歌手全盛期の80年代、小泉さんは中森明菜さんら才能豊かな新人の多かった。花の82年組、時代のスター松田聖子さんと同じ聖子ちゃんカットが定番の中、小泉さんは髪をショートカットにイメチェン、保守的なアイドル像から脱却し、ブレイクしたのは中高年世代にはおなじみの話。その後も右へ習えをよしとせず、独自路線を歩み続けています。昨年のデビュー40周年の際はこんなことを言っていました。老化は進化ってことです。物は捉えようで、老眼になったりしたら、ここまでやっときた、みんなが言っていたのはこれなんだみたいな、そういうのを楽しんでいる。エンターテインメントの世界でも、私自身が高齢になっていった時に新しい楽しみ方を提案できるんじゃないかなと思ってる。一緒に楽しめることを、例えば朝クラブに集まるとか、そういうのを考えるのが楽しい。50歳を機に大手芸能プロから離れ、自身が代表を務める制作プロダクション株式会社あさってを設立。小泉さんが吟味して納得のいく舞台や映像などを手掛けています。事務作業も小泉さん自身が行っていて、メールや電話対応まで、志を同じくする仲間が集っています。自分の言動に責任を持ち、おかしいことや気持ちの悪いことには忖度することなく、平場から物申すキョンキョン。
ジャニーズ事務所はいっそ小泉今日子を社外取締役に起用してみてはどうかという意見も芸能デスクでは飛び交っています。ジャニーズ事務所の性加害問題が出た後、2023年7月1日付で3名の社外取締役が就任しています。中井徳太郎氏、白井和幸氏、藤井真理氏の3名が就任しています。中井徳太郎氏は大蔵省、財務省、環境省の官僚出身という経歴を持っています。白井和幸氏は元プロ野球選手で北海道日本ハムファイターズのコーチ、また WBC で侍ジャパンのヘッドコーチを務めた人物です。藤井真理氏は弁護士で日本弁護士連合会の男女共同参画推進本部委員も務めていました。その他、企業のパワーハラスメント調査委員会の委員という経歴もあり、それもあって社外取締役に選ばれたと言われています。もう一人タレント枠で小泉今日子さんを入れるのも悪くない手だと言えそうです。続いて小泉今日子さんの過去の藤井フミヤさんとの交際についてお話しいたします。藤井フミヤさんと小泉今日子さんは真剣に交際していたそうです。当時の人気アイドルですから熱愛スクープに関しては事務所も警戒していました。小泉今日子さんが当時のエピソードとして、藤井フミヤさんに会いに行くときにカバンの中に入って身を隠していたそうです。本人がラジオで話していましたので、これは本当の話でしょう。スクープ写真があるので、小泉今日子さんと藤井フミヤさんが交際していたのは事実なようです。真剣交際と言われていましたが、小泉今日子さんと藤井フミヤさんは破局してしまいました。しかしその理由はなんと、小泉今日子さんが藤井フミヤさんの弟に寝取られたことが原因だと言われています。当時小泉今日子さんと会う暇もないくらいに忙しかった藤井フミヤさんは、自分の実弟である直之さんに小泉さんの相手をしてもらうよう頼んでいたそう。そんな日々の中で小泉さんと直之さんは肉体関係に発展。最初は藤井フミヤさんが本命で、直之さんは単なる浮気相手でしたが、次第に小泉さんの気持ちは直之さんの方に移っていきました。藤井フミヤさんに別れを告げたのは小泉さんの方からだったそうですが、藤井フミヤさんにはしばらく直之さんとの交際は伏せていたそう。1年ほど経った頃に、実はと報告すると、藤井フミヤさんは浮気していたことではなく、こそこそと隠していたことに激怒したそうです。結局弟の直之さんとも長続きはせず、やがて破局したようですが、その後兄弟仲が悪くなるようなこともなく、また藤井フミヤさんと小泉今日子さんの仲も現在もたまに連絡を取り合うぐらいに悪くないそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。